このスーパースターが本当に久しぶりのテレビ登場です、はい、本当に久しぶりのテレビの登場になると思います。ではご登場いただきましょう、はいはい、皆さん準備はよろしいですか。よろしいですか。拍手でお迎えください。はい、はい、ではお願いします。グローブのけいこさん、そしてマークパンサーさんです。どうぞ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあということで、このお二人でテレビに登場していただきましたが、はいね、まずはけいこさん、はい、テレビ生出演は すごく久しぶりですね。もう15年以上ですね。15年以上、はい、人の前っていうのがもう15年以上です ね、 ね、はい、緊張してます。よろしくお願いいたします。さあそしてマークさん、はいね、このけいこさんと一緒にこのステージで、ね、いかがですか。もうそれこそ本当十何年ぶりですよ、2人で出るのは。テレビはたまに OBS に出させていただいてますしね。ありがとうございます。一緒に出させていただいてあのロケに行ってますからね。ロケにも行ってますからね、はい、過酷なロケでしたけどね、はい、ブンゴでピンゴというロケにもお付き合いいただいておりますがさあそれではあのけいこさん、はい、なんかこう会場の皆さんもそうですし、はい、テレビをご覧の皆さんにもちょっとまずはメッセージいただけますか、はい、本当にお久しぶりです。どのカメラでしょう。まあいいやあの手を挙げているカメラでございます。 ありがとうございます。はい、お久しぶりです。グラムのけいこです。はい、元気でやっております。はい、今日も緊張してるんで温かい目で見守ってください。よろしくお願いします。さあということで、はい、ここからお二人には、はい、こちらにあるカプセルトイがあるんですけれども、ここの中にいろんな皆さんからいただいたものが入ってるんですね、はい、質問が。そうなんです、はい、では企画のご紹介いいですか。はい、教えてけいこさんカプセルトーク。さあそれでは企画説明参りましょう。はい、OBS の SNS を使って事前にけいこさんへ皆さんからの質問を募集しました。カプセルに入っていますのでお時間が許す限り答えていただこうという企画になっております。はい、さあそれでは、はい、コインを用意しましたの でよろしいですか。よろしいでしょうか。皆さんからいただいた質問に回りますかね。さあ最初の質問は何でしょうか。出てくるかな。あ、出てきました、出てきました。まずまい、はい、こちらです。はい、じゃん。さあそれでは開けて、はい、いきますよ。楽しいね、はい、こちらです。はい、元気になられて嬉しいです。今は一日どのように過ごしていますか。けいこさんに、はい、聞かれるんですけれども、いろんなところで、はい、必ず聞かれる質問だね。そうそう、本当にそうなんですよ。どうですか。あのゴルフをしたりですね、体を動かすことを頑張ってます。あ、仕事はもう本当OBSさんにいただいてラジオ、ラジオの番組で、はい、したり、はい、ゴルフ、ゴルフ、はい、ゴルフはお相手が、はい、はい、一緒によく行っております。いや、なんか体を動かすのが好きみたい で、結構ね一緒にあの散歩したりとか、花見の時は臼杵 の、 あの城跡のところを一緒に行ったりとかしてますね。ゴルフはちなみにいつから始められたんですか、けいこさんは。めちゃくちゃまだ始めたばっかりです。そうなんです。どんなところが楽しいですか、ゴルフは。どんなところでしょうね。まだその楽しめるまで行ってないかもしれない。マークさんから見てどうなんですか、けいこさん。いや、もうあのミスのないゴルフなんで。そうそうそう、僕たちはちょっと飛んじゃったりとかすると右左に曲がったらもう OB じゃないですか、はい、それがない。ずっとまっすぐ。素晴らしい。ボールなくさない。あ、ボールロストしない。はい、グローブボールとか持ってるんです。え、あ、グローブ、これなくしちゃったらどうすんのみたいな。なくさない。そんなボールもあるんですか、はい、あ、すごい。でも今だから体を動かしたり、はい、そういったことをしてると、はいはい、いうことですね。ありがとうございます。さあ、じゃあ次行きましょうか。はい、よろしいですか、けいこさん。あの、けいこさん座ったり立ったり大変ですね。そうですね、すいません、申し訳ございません。お願いします。はい、さあ続いての質問は何でしょうか。何が出ますでしょうか。こちらですね。はい、久しぶりにテレビ出てカプセルと言ってるもん ね、 すごいですけどね。すごい企画でございます。はい、さあ2問目はこちらです。はい、じゃん。最近カラオケではどんな曲を歌いますか。はぁ、あの、カラオケですか。そもそも、はい、カラオケは行くんですか。行きますね、カラオケ。でも最近はあんま行ってないかな。どうだっけかな。
でもグローブ歌いますよ、ロック。呼んでよ、呼んでよって一緒にやろうよね。まずはカラオケで、カラオケで歌うんだったら、ねね、そうですね。あとグローブの曲を、はい、グローブの曲だったり、はい、大黒摩季さん歌いますし、必ず歌うのはラブイズオーバー歌いますね、親フィフィさん。あの父が大好きだったんで、はい、歌が好きなのね、はい、そうなんです。それこそマークさんは一緒にカラオケは昔はよく行ってましたけどね、最近はちょっと行ってないですけどね。マークさんはちなみにカラオケとかは？僕はあまりカラオケ行かないの。カラオケ行かない。稽古とだったら行ってもいいかなみたいな。あ、一人でとか行かないですね。でもね、まあ、そういった歌も歌われるということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、じゃあどんどん行きましょうか。はい、ではお願いします。はい、たくさんありますんで。時間が許す限り。はい、ますか、いいか。はい。3問目です。どの質問が出ますでしょうか。さあ、カプセルトイが回って降りてきました、はい、さあ3問目はこちらです。じゃん、さあ何が出るかな。何だろう。あと3ヶ月ほどで今年も終わります。今年やり残したこと、今年中に挑戦したいことはありますか。これはもう、はい、難しいね、うん、僕ですか。はい、僕、2人に伺いたい。いきなり僕ね。今年中にやっておきたいことは、だからカラオケ一緒に行ってまず歌うってことでしょ、はい、はい、一緒に行くっていうことと、なんかできるのならばちょっとなんか、あの、発表はしないけれど新曲ちょっと一緒にやってみるとか、なんかそういうようなことをちょっとやってみたいなと思いますね。はい、発表はしませんけどね。やってみたいっていう希望ですからね。そうそう、一緒にこう、せっかく大分でまたこうやって再会して、こんなステージに一緒に上がってこう生放送出るなんて、はい、OBS がなかったら、大分がなかったらなかったわけじゃないですか。そうですね。なのでこの大分でこうくっついたわけですから、ちょっとなんか一緒になんか、曲やりたいっすね。どうですか、どうですか皆さん。ぜひぜひ。やはり楽しみに期待している皆さんもね、いらっしゃると思います。恵子さんどうですか、はい、何か今年まだやってみたいこととか。私ですか。もうプライベートなことでもいいんですけれども。プライベートなことより私もこっちですね、やりたいですね、なんかね、本当に一緒に一緒にやりたいな、音楽に。ちょっともうなんかいろいろ一緒にやりたいですね、本当そうだね。またあの警察一日署長とかやる。つい先日記事でやってきたんで、はい、警察この恵子と二人でやって。警察一日署長いいですね。はい、わかりました。質問もありがとうございます。ありがとうございます。さあ、まだいけますね。はい、では、はい、まだ次お願いします。すいません、まだございます。回していただいて。そうなんです、たくさん皆さんから質問が寄せられています。はい、出ますかね、ちょっとお待ちくださいね。はい、よし、じゃあ私がここは、はい、回しますね。恵子さんじゃなくて陽子さんが回してますけれども、はい、出ますかね。あ、出た出た、はい、さあこちらでございます。じゃん、じゃじゃん、じゃじゃん。注目している後輩ミュージシャンは。ミュージシャン、あ、いいですね。これはどうですか、どうですか。お二人、まあ、お二人違うとは思いますが、ねえ、恵子さん、私誰でしょう、後輩、うん、後輩というか、まあまあ、まあ、気になるとか、なんかよく聞くとかでもいいんですけれども、はい、めっちゃ困りましたね。あ、じゃあ、マークさん、さっき伺いましょう。マークさん、どうですかね。まあ僕はあの後輩っていうか、実は大学で音楽授業をやってるんですよ、あの大阪芸術大学で、はい、で今あの AI を取り組みながらこう音楽を作ってるんですけども、後輩ではないですけど、そういう新しい技術っていうのはすごくこれからの音楽業界を変えてくるんじゃないのかなと思っていて、ちょっと注目してます。今そういうところ、まあ、賛否両論ですけれども、でも僕はその新しいものっていうものは、エレキがなかったらロックがないように、サンプラーがなかったらヒップホップがないように、まあ今 AI がなかったら次に行かないのかなとか思っていて、なんかそんなのは注目してますけどね。次世代の音楽ですね。恵子さんいかがですか。私ですか、はい、私誰だろうってずっと考えてたんですけど、さすがですね、答えがね。パスならパスでも大丈夫、パスで、パスで、わかりました。さあ、じゃあ、あの次が最後の質問になりそうですね。はい、すいません、じゃあ次が
最後の質問で。恵子さんいいですか。ありがとうございます。はい、さあ何が出るかな。ま、何が出るかな。そうなんですよ。何が出るかな。最後の質問です。はい、さあ出てきました。はい、回ってきましたよ。さあラストです。ラストです。ラッキーなあなたの質問が紹介されるかもしれません。こちらです。はい。よいしょ。マークさんに今伝えたいことは、マークさんの顔を見ながら言ってほしいです。これはどうしよう、なんか最後で季節してすごいものが出ましたけれども、じゃあ伝えたいことですか、うん、もう本当にあのマークさんの顔を見ながら、じゃあ、はい、よろしくお願いいたします。いろいろごめんなさい。いろいろごめんなさい。そしてありがとう。ありがとう。はい、いやでもね、幸せです。ありがとうございます。すいません。でも今恵子さんもね、そうおっしゃってくれましたけれども、マークさんどうですか。マークさん自身だって、あの恵子さんといつかこう出たいっていう思いがあって、あってラジオを大分で始めた。3年以上ずっとラジオを続けて、はい、1回終わりそうだったんだけどもね、スポンサーさんやもうラジオに助けられて続けてたら、はい、今年の正月からね、生放送にレギュラーで一緒に出てくれるようになったんで、はい、いやもう幸せですよ本当に。もう、夢っていうのは実現するんですよ。素晴らしい、そして今こうやってテレビの前で、はい、またお二人でということになってますんでね。さあということで、その今マークさんにも話がありましたが、ラジオは、ね、はい、毎週月曜日、はい、午後7時30分からジョイトゥーザ大分プラス放送中です。皆さんこちらもよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、せっかくなんで最後にお二人から一言ずついただきたいと思います。マークさん、テレビをご覧の皆さん、そして会場の皆さんにお願いいたします。はい、そうですね、どん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 この夢が大きくなっていってるんでね、2年後は30周年ですし、なんかこう奇跡が起きたらいいななんて思いながら、希望を捨てずにずっと頑張っていきますので、どうか応援の方よろしくお願いします。さあそして恵子さん、はい、よろしくお願いします。本当に本当に今日は久しぶりで緊張して申し訳なかったんですけども、私もですね、30周年に向けてまだまだ頑張りますので応援してください。よろしくお願いいたします。いや、でも本当にありがとうございました。グローブの恵子さん、そしてマークさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。あ、もうどちらでも大丈夫です。はい、ありがとうございます。